エルンスト・ハインリヒ・本作戦は、ドイツの作戦王国の王族。全米は、エルンスト・ハインリヒ・フェルディナント・フランツ・ヨーゼフ・オットー、マリア・メルヒアです。最後の作戦王、フリードリヒア・アウグスト三世となる、作戦王大使、フリードリヒア・アウグストとその妻のオーストリア・トスカーナ、大公女、ルイーゼの三男、末息子として生まれた。ドレスデン、ピルニッツ、 モーリッツブルクにある、ザクセン王室の初宮殿で、何、不自由ない幸福な幼年期を過ごした。ザクセン王家の厳格な家風に馴染めない母ルイーゼが1902年に、夫と子供たちを捨てて、王宮を出奔した事件は、一般に言われているほど子供たちに、大きな衝撃を与えることはなかった。1914年9月、第一次世界大戦に際してドイツ帝国軍第19、 軍団司令部の幕僚物機将校に任命された。1916年には4ヶ月の休暇中に、アビトゥア資格を取得し、7月1日の村部の戦いには、第24予備役師団の参謀として参加した。1917年の春、ガリツヤ東部のベレージャヌイ中東の第107予備役不評連隊の第9中隊長に昇進、九百十七年末に、 イープルに駐屯する第115砲兵連隊の第9中隊長となった。1918年5月にドニエプル川沿岸のビハウに駐屯するザクセンこの駅兵連隊の第1中隊長となり、ドルパとレバル、フィンランド地方に駐屯するザクセン王国軍を慰問して回った。1918年11月の敗戦とドイツ革命の後、ザクセン軍と共に、 ドイツに帰国した。1919年から1920年にかけ、エルンスト・ハイン・リヒは、シュレージエン地方にある、ザクセン王家の所領を経営した。1920年3月、彼は、ベルリンで起きたカップ一機に際して、ベルリンの反乱者たちとブレスラウの、バイマル共和国軍を連携させようと動き、計画が失敗すると、ミュンヘンに逃れた。同志に滞在中、 元バイエルン王大使ループレヒトの親しい友人となった。1921年4月12日にニンフェンブルク宮殿においてルクセンブルク大公女ソフィーと結婚した。ソフィーはルクセンブルク女大公シャルロット及びループレヒト王大使の妻、アントニアの末の妹だった。ソフィーとの結婚生活は幸福で、夫妻の間には3人の息子が生まれた。 エルンスト・ハインリヒは1923年11月のミュンヘン一期には参加せず、最初からアドルフ・ヒトラーやエイリヒルデンドルフの指導する国家社会主義運動を拒絶した。彼は、不王の希望に従って、ザクセンの君主制支持組織の総裁に就任し、ザクセン王家の文化的資産の扱いについて、ザクセン自由州と交渉する役目を与えられ、1925年に、 ザクセン自由州政府との間に協定を結んだ。1928年から1929年に、かけ、エルンスト・ハインリヒは、外相グスタフ・シュトレーゼマンと親しくなった。シュトレーゼマンは、エルンスト王子をドイツ人民党のドイツ大統領の候補に立てようと、したが、エルンストに人望がないため断念せざるを得なかった。1933年1月のナチ党の、 権力掌握後、エルンスト・ハイン・リヒは、保守主義の鉄カブト団、前線兵士同盟に入って、反対運動を展開しようとしたが、鉄カブト団のナチ党に対する反対姿勢は、看板のみのものであり、実際には、ナチ党の影響下に置かれていた。1934年、エルンスト・ハイン・リヒは、長いナイフの夜事件に連座して逮捕され、5日間ホーンシュタイン、強制収容所に拘禁されている。 その後、彼は、実家のモーリッツブルク宮殿で暮らすようになった。彼は熱心な狩猟家であったため、第三帝国狩猟長官の称号を持つ、ヘルマン・ゲーリングやザクセン・オークダック指導者のマルティン・ムッチュマンに、ザクセン・オーケ所有の森林の状況について連絡する、ことを命じられた。彼は1938年には、ルーマニア・オーカロル2世を、1939年には、 ハンナチスの政治家、カールゲルデラーを宮殿に招待し、彼らと活発な政治談義にふけた。第二次世界大戦が始まると、ドレスデンのアプベーアに召集される。1943年、エルンスト・ハインリヒはハンナチ運動に参加していて、不審死を遂げた長兄の元を対し、ゲオルクの死因について、政府の関与を疑う発言をしたため、ゲシュタポに逮捕され尋問を受けた。 この事件により、エルンスト・ハインリヒは、ますます強固に、反ナチの姿勢を貫くようになったが、こうした態度もナチ党政府が、旧王族の影響力を恐れて、弾圧に踏み切らないために、可能なことであった。エルンスト・ハインリヒは、ケーテ・コルビッツのファンであり、1943年に、コルビッツが空襲により、ベルリンの家を失うと、モーリッツブルクに、彼女を呼び寄せた。コルビッツは、 エルンスト王子が住まい健康房として提供したモーリッツブルク宮殿の近くの屋敷、流電法府で1945年に亡くなった。エルンストハインリヒは1945年3月に赤軍が迫るとジグマリンゲンに避難した。避難する直前、彼はザクセン王家の文化財を箱に詰めた上で宮殿内の庭園に埋めた。多くの文化財がロシア軍に掘り起こされて、 ロシアに搬出されたが、一部の文化財は地中に残り、1995年になって掘り返された。エルンスト・ハインリヒは1941年に妻ソフィーと死別していたが、1947年に女優のジーナデュロンと再婚し、同年にアイルランド、ウェストミース県のクーランバーの辞書を買い取って、余生を送った。結局は、故郷のザクセンに帰れないまま、 1971年に西ドイツのバーデンビュルテンベルク州エーリンゲンネッカーハウゼンで亡くなった。最初の妻ソフィーとの間に3人の息子を設けた。ありがとうございます。